あでもはい、いや博士先生と呼ばせていただいていいですか。研究してませんよ全然。いやいやいや、だって AB 型だもん、うん、生まれた時から博士号で自覚ないんですけど、ね、そう、みんながこう考えてると思ってる。もう大きな間違いですもん。あ違うんですね。全然違う多分。あそんなこと考えてないそんなこと考えすぎか。じゃあ日本はもっと混沌としちゃってますよ。あえダメじゃないですか印象悪くないですか AB 型確かにあれ。じゃあ第2部なんで、はい、そんな AB 型の音楽を。そうだね、そうだね、本当ですか。そのカオスから生まれる作品を。そうですね、はい、そうですか。ぜひともお聞かせ願いたい。はい、では、うん、あの12月16日、今年最後のライブが、ツーマンライブがあるんですが、そこで発売します、うん、まずいビールという CD の。もう本当にさ本当にあれだよね。いや、うん、まあいいやあ、いいんですか。まあ本当にカオスなんですね。そうだね、本当ね、はい、もしかしたら行動間違えるかもしれないですかね、うん、そういう意味でカオスじゃあ、まずいビールという曲をお聴きください。お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、白い泡とあなたの笑い声、手をつけないまま
完全男性の敵みたいな感じで敵みたいな感じですけど、そんなすごいこと言ったよ。あ、本当ですか。すごいよ。ちょっと元気になる開きなり曲で作りたいな。本当これどっちでって作ったやつ、自分の中でオンとオフの。これはオンとオフの後に作った曲で、あの気分的に、ほらほら気分的にオフかな。うん、そう。あのまたダークサイドな感じだったもんね、ちょっとね。あのノンフィクションの曲ばっかり書くんですよ、私は。おー、なるほど。キャッチフレーズ大体ノンフィクションなんですけど。おー、なるほど。キャッチフレーズ大体ノンフィクション。もうどんだけ自由にやってるかバレますよね、本当に。いいね、いいね。そうなんですよ、一応ノンフィクション、これに関してはノンフィクションで作ってますね。なるほどなるほど、すごいよね。すごい、お前はまずいビグだからねみたいな。ちょっとすごいな。そうですね、そのノリで誰かをディスってもらいたいと思ったから本当に。あのディスってる曲多めですね。あ、そう、スカッとするね、それはね、はい、本当にすごい、もういらないって言われてるからね、飲めません、飽きましたみたいな。すごいよね。やばいやばい。いや、面白かった。あ、 YouTube 上げちゃうのか、これ大丈夫かな。重要だよ、新曲でしょ。新曲ですね。うん、重要な新曲。いや、素晴らしい。ありがとうございます、うん、すごいな。いや、すごいね。これでもあのエゴノエコ知ってる方からしたら、うん、抑えめな曲、平和な曲なんです。ああ、そう。多分、はい。もっと戦争が起きてるやつがあるわけね。ありますね。そう。全然ラブ&ピースの人じゃないのね。シンガーソングライターなのに。世界平和、平和掲げない感じ。あんまりシンガーソングライターは自覚ないんですよ。エンターテイナーが。完全に、あれですよね、あの。革命児です、革命児。本当にあのクーデターとか起こすタイプのテロリスト、危険人物。本当すごいよ、すごいね。あ、本当ですか、ありがとうございます。もうすごいよ、本当爆弾を投げつけてる感じだと思う。いらない、いやー、じゃあいらねえよ、もう食えねえよ、飲めねえよみたいな。こんなマジのお捨てんじゃねえよみたいな。よっぽど何かあったんでしょねって思う。ああ、まあ。すごいなぁ、いや、すごいわ、全然もうシーツの匂いとか全然消えるわみたいな。冒頭みたいな。いや、ちゃんと平和な曲も平和な曲でありますからね、別にちゃんと。いや、すごくいいと思う。ありがとうございます。あそこまでなかなかね、うん、なんか綺麗事じゃないっていうか、毒を吐いてる感じの、うん、ねえ、隠しませんね。エゴのエコさんだね。そうですね。エゴかなって最近思いますけど、ね。まあそれもエゴだけどね。そうそう。おいみたいな。そうだね。そうだ、うん。そんなに言っちゃっていいのかみたいな。相手傷ついてんのみたいな。そうそうそう。で、その他の曲とかは YouTube とか上がってるんですか？2曲ぐらい上がってますね。そうそう、もうちょっと攻撃したツンツンしたライブ映像が載ってます。なんと、はい、それはちょっと見た方がいいね。そうですね。何で検索すれば、エゴのエコで検索すれば出ると思いますけど、カタカナでね、はい、はい、あとは、ああうるさいっていう曲なので出た。いいね、いいね。どうしたどうした、すごいね、すごいフローラを走ってる。いや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 、あの一応日常ではそんなにストレスフリーな生活してる方だと思うんですけど、それ発散してっかじゃないのこれ。そういうことか。そういうことかな。そういうことだよ。でもああうるさいはあの、うん、なんていうんですかね、うん、もう投げつけるだけの曲では一応ないので、エゴのエコといえばみたいな曲はそれになってます。なるほど、題名、代表曲。そうですね。あ、うるさい。はい。いや、もうなんか、想像しただけで、ちょっとこう、テロリスト来たというような雰囲気が、イメージでは完全に出ちゃってるし。テロリストか。うん。やってみましょう。そうだね。今度政治とかをこう、語って、あの、今の政権に対して。あ、作りましょうか。今の日本名みたいな。逮捕されそうだ。ゲリラ活動をぜひ期待します。いいじゃないですか。はい、うん、それこそね、あのジョン・レノンみたいな感じで。一回路上で捕まんないとね。そうですね。何目指してんのかまだ分かんない。いや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 、そんなもん。なんかアコースティックギターを持ってそんなことやったらかっけーってなるよ。いないですね。しかもだって、さっきこう画面で見てたら、すごいいい人そうなのよ。
あ、そうっすか。いや、ピュアなお嬢ちゃんがすごいものを歌ってるから、いやちょっとこの絵はすげえなと思ったもん。あ、本当ですか。うん、でその違和感ありました。セーターがもう完全にあの昭和のなんていうの、あの大学紛争とかそっちの頃のなんか嘘でしょ感じに見えてしまった。あ、見えちゃいました。これもなかなか意味わかんない、うん、いや今日このここに来るなら、うん、その映像を撮るって知らなかったんですけど、実は。え、何をやってたの？小林くんには何を聞いてたの？ラジオですと。まあ、彼の中ではラジオはこれだったんですけど、そうね、そうね、まああのちょっと一番頭おかしいような服を着てみました。うん、そうだね、完全にね、うん、もう完全にちょっとこう理由なき反抗スタイルだね。そうですね。まあでも選んで買ってるわけですからね。で見てください、イエス&ノーって書いてます。出た、ほら。やっぱそういうところに惹かれたんじゃないですか。ああ、そうですね。2と5だってこれ反対だから。おお。なんか。おお。あ、本当だ。反対のもの。ライオンとトラなんてまた。そうですね。そう。ニコイチが好きです。これはちょっとインスピレーションでさっと買った。間違いない。もう完全に生と死と。罪と罰。ジギルと、はい。どうしよう、なんかすごいな、12月できてすごいカオスがやってきたよ。代表、カオス代表だ。本当代表だよ、本当すごいね。そうね、なんかもう受け入れてもらえますかね、大丈夫かな。全然いけると思うよ。もう正統派には勝てませんから。まあいいんですよ、正統派には勝てませんから。いや、まあ、これですね。酒入れたりください。ハイボールでビールはちょっと、ビールは飲めないね。すごいな。いや、そう、いいね。いや、行くね。あ、ちょっとこれ残っちゃうんですよね、映像にね。まあまあまあ、いいんじゃないかな。残していきましょう。残していく。いや、そのちょっとあれで、あのトークスキルは素晴らしいと思うよ。話せてます、ちゃんと。いや、全然話せてますよ。よかったです。何か投げつければすぐこれはもうやっちゃねえよっていうのがなんかこうバーンって出てくるから、もうキャッチする方がちょっとこうドキドキしながらキャッチする感じだけど、今のね、その甘ちょろい正統派のシンガーソングライターにはちょっと言い過ぎ。ですから正統派、聞きます、聞いた上で、自分はちょっとできない。なるほどなるほど。なんせカオスを抑えられないんです。溢れんばかりのカオスが出てきちゃうから走っちゃうんで。なるほど、それにも反対していきたいみたいな。そう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 。っていうか、いつからあの歌手活動の道を進み始めたんですか。それなんか全然なんかその生い立ちじゃないけど聞いてないですね。うん、忘れてた。私はあの、うん、実は就職までしたんですけ ど、 お、なるほど。大学卒業して就職して、おお、でもまあこう自分の得意なものに挑戦するってことがなかったから、うん、あ、もう大学までさらさらっとなんか適当に生きてきたので、うん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 、でちょっと就職してからいろいろそういう話をもらったりして、あ、なるほど。じゃあ歌では需要があるのかなみたいなきっかけぐらいな感じで、ほうほうほう、自分の力を試したいっていうので曲を作り始めたり、なるほど、ギターを始めたり。なるほど。それまではなんか音楽をやってはいたんですか。何か大学の時にカバーのなんかサークルでやる、うん、なるほどなるほど、カバーライブみたいなのは定期的にやってましたけど、まあ学校内なので、うちわでわちゃわちゃ楽しいやつですね。だから自分のこういう心の内を歌ったりとかするのでやんなかったし、うんうんうん、作ったりなんかももうしなかった。なのでまあそういうことをやり始めてからは4年ぐらいですね、うん、3年4年。だからなかなかね、ほら最初とかってさ、うん、なんかこう、まあ、それこそ正統派じゃないけどさ、うんうんうん、こうやっていこうみたいな。ありましたよ。あった、めっちゃ短かった。もうもうダメダメ。すぐ終わったその期間は。すぐ終わった。はい、その先はこの次。はい、はい、もう終わり。すごいとこで止まっちゃったな。喋りすぎです。